そうですね。マイクもいいですね。マスターもいいですね。マスクしてどこに本当に打ち込もうかなんて考えてたわけじゃないですか。ああ、職員の白い子でさ、やれるってこと本当に幸せですね。そうですね。で、いろんなところに来てくれるんだからさ。そうですね。そう。で、この間ね、谷本相談の山の方でやったんだけど、うん、谷本さんがね、うん、岡井寺の、谷本の岡井寺のがいいよって言ってくれたの。嬉しいですね。嬉しいですね。だ杉村花子もいますよって言ったら杉村花子が来ますからね。ほんだら杉村さん、なんかあるでしょ、イベントをなんか宣伝してください。私のところ12月の23、24、25とね、クリスマスパーティーがあるんです。相模原なんかすごいんですね。だけどよく千葉の方から埼玉の方からよく来てくれます、皆さん。大阪の方ですね。全国から来てくれるんですよ。だから埼玉なんて近い方です、ね。そう、私は近い方です。そう。ね、あその付き合いよろしくお願いします。わかりました。一つよろしくお願いします。はい、こんなもんでいいかな、私は。はい、いいです。はい、あとは、こう、あの、秋に程度にやってください。わかりました。よろしくお願いします。私の中で一番売れたね、湯島愛香という曲があるんですよ。知ってる方は知ってる、知らない方は全然知らないです。ねえ、その湯島愛香、聴いてください。Oh.